毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いで心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんなとっちゃそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の陰から食いつけば、それなは小さな釣り針だった。どんなにもがいても針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそぎ食べたのさ。はい、こんばんは。今夜ね、泳ぐたい焼きございましたね。で、今日待ちながらね、仕事遅くなっちゃったからさ。で、最初に言ってくれるけど、夜が明けて土曜日はね、仕事になりましたんでね、うん、今週はちゃんと仕事しよう、うん、土曜は仕事ですんで、じゃあ今日も YouTube ライブでやりましょうね。疲れた、あー疲れたね。さてだ、いいところね、価値事故の生存確認。2022年4月の1日の金曜深夜か、ね、じゃあ行きましょう。すみません。悲しいね、悲しいね。殺人現場に銀行が起きていた。ガブリと限った博士がついていた。捜査一課の腕利きたちも鑑識会も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎よ、殺人事件。ああ、パイプ。加えて、探偵登場。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブが、リンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ、悲しいね、悲しいね。博多に三つのリンゴの跡がある。キャンディーズ、キスッタと睨む探偵は、聞き込み、張り込み、尾行
行を続け、こいつと信じた男をおびき出す。闇に紛れて大きな男やってきました。殺人現場、パイプ加えて探偵指針、ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね、悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を絶たない。ああ悲しいね、悲しいね。はい、こんばんは。今夜はね、リンゴすすぎに歌いました。今日は、ね、仕事遅くなっちゃったから間違いからね、2022年4月の1日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね。平さん、こんばんは。どうも、やかんさん、どうもね。ゼレさん、どうもね。青山さん、どうもね。ありがとう、遅くなりました。せいやさん、どうもね。今日遅かったから、今日カップヌードルじゃないんだよ。今日はね、この大黒っていう メーカーのビッグ担々麺、79円ぐらいが安く売ったんで、ビッグ担々麺。今日はビッグ担々麺です、今夜は。ビッグ担々麺。いつものどんよりは80円ぐらいだもんね。これはね、大黒っていう マイナーメーカーってこともあって、ビッグ系だったからさ、79円ぐらいかな、77円ぐらい。今日はビッグタンタンメン。3分か、3分後に調味料入れるんだね。これ先に入れて、調味料がお湯になってた。これが俺最後ね。はい、最後。あんま、ね、そう、あんまマイナーメーカーだからね、大黒っていうね。見てない、全然見てないですよ、世界で。全然見、あ、なんかやるって言ってたよ、そういえば。週頭にね、今週の抽選会があるって。今週のものの出来事で、なんかやってた、そういえばね。開けてませんよ、頭じゃ、どうやって開けるんだよ。入れてお湯か。そうなんだ。そうなんだ。で、日本、アジア以外ってみんな強いんじゃなくて、しょうがないじゃん、ほとんどサッカーなんて。アジアが一番弱いみたいな、いろいろ見ててね。お湯入れて。ここ3分か。できるまで一杯飲もうかな。キャンプ行く、今日は土曜日仕事になりましたんでね、休日出勤だったんで、キャンプ行けないですね。土曜日仕事になったからね。行けない。じゃあね、今日のつまみはね、おなじみかな？レンコンのきんぴら。レンコン。これでつまんでいこうか。レンコンのきんぴら。おなじみ。こんばんは。今日は町田から仕事遅かったからね。箸を下ろしたて。今日はレンコンのきんぴらです。遅かったから。レンコンね。今日はレンコンのきんぴら。まあ。
なんかごめんなさいね。歯ごたえがいいね、レンコンね。チンゲンサイは育てたことありませんよ。これで一杯も今日の飲み物、レンコンのチンピラで。じゃあ飲み物持ってくんね。バーリアルだ。バーリアル。バーリアルで。バーリアル。乾杯。懐かしいね。クックックッククエスチョンってやつだね、あれね。あ、いいね、やっぱね、レンコンの気持ちだね。こんばんは。じゃあ、レンコンのきんぴらで。そんなもん答えられるわけないじゃん。なんだこれ、ローソンに頭でキンキンサイをあげたことないのに、どういう意味だそれ。わけわかんないじゃん、頭でキンキンサイって。答えようがないじゃん、そんなの。ちょめ沼さん、どうもね。これで200円ほどか100兆円出してんだもんね。どうもね、ありがとうね。
そう、群馬県のメーカーであるんだよね、マイナーなんだよね、よく大黒って。多分だ全国的にしない、首都圏ぐらい かもしれないね、うん、マイナーメーカーだから安いんだよね、きっとね、うん、あ、明日土曜日仕事なんですね、土曜日休日出勤になったんでね、参拝今日は休止。土曜日仕事になったんでね、あ、天使のボディーガード、僕マイナス3度がいいな、僕な、ゆうゆうはな、うん、マイナス3度だと一度目なら許してあげるとか、あれいいね、可愛いだろうね、ゆうゆうのね、どうしよう、どうでしょうね、前見させない、おー、いいね、群馬県ね、うん、ね、おー、いいって言ってもね、うん、大企業も多い、ね、あれもそうでしょ、群馬カップ麺っていうか、あそこそこ麺の最優食品も群馬だよね、あれね、そうだよね、あそこそこそこ麺ね、入ってますよ、うん、こんばんは、どうも、うん、行きますよ、うん、もうストレスバグ、今もビークフライの方が気に入ったな、ビークフライこの間やったらさ、ビークフライいいなって思ってストレスよりみんな、うん、ビークフライのがさ、ペグを使う本数少なくて済むのが少し気に入った僕、うん、ビークフライが気に入ったな、あれ、ステルスバリアさ、短いポールでもいいのがいいんだよ、利点ではなくてね、ステルスバリアさ、短めのポールのできるからね、そこはそれで、どうもありがとうございます、うん、はい、レンコンのチンジロおいしくいただいた、ただ2本目持っとこうか、うまいな、これレンコン、ピリ辛レンコン、チンピラ食中8円の税込み213個、うまい、うん、レンコンのチンピラでおいしくいただいた、これね、もう食べ終わった、じゃあもう一本飲む、もう一本8本持ってこうか、うん、バカなコメントだからしょうがない、適当流して、無視っていうかちゃんと見てるからね、うん、バカなコメントは適当流してんだよ、うん、どうもない、うん、はあ、ああ作るな、正直言ってねえからしょうがないな、仕事だから仕事あってのもんだもん、でも4月はあれ連チャルもんね、4月か5月、うん、いわゆるゴールデンウィークってやつか、うん、今年うちの職場はすごいんだ、連休が。年末年始休みが多いんだ、あれ。彼の予定書を見ると。年末年始はだいたい年末の2日と年始の4日で6日なんだけど。予定ではね、結構それより多いんだ、今年。うん。4月から5月の連休。それではもう行こうと思う。うん、楽しみ。うん。4月から5月あるよね、毎年ね。
以前の天皇誕生日からあのあたりが5月のさ、子供のしすぎぐらいまでさ、練習なんだよね。いつも通りよ、うん、8時過ぎから、8時半から、うん、でも明日競技出勤だからさ、うん、のんびり。あ、そうだ、担々麺の方行こうか、もう担々麺。じゃあ担々麺の方行きます、担々麺。ちょびっと担々麺。後入れの調味を入れてね、辛いんだよね、担々麺はね。うん、ああいいね、うまいね。うん、うどんじゃない、これこの間ビッグエで77円だったから安かったんでね。ビッグエはだいたい70円でカップ麺買えるからね、安いよね。録画だからコメントしてもう読まれないって読んでますよ、こうやってね。情報よくわからないね、うん、もっと縁がないからな、メーカーも、まあ、最近 DD タイムばっかだからな、全然わかんない。食べたフリーがないよ、ただ食べてるよ、ちゃんと。じゃあもう一杯持っとくか、もう一杯発泡酒飲みながら一本飲もうかな。さあ、これバーニャル飲みます。じゃあ2本目、ラーメン食いながら4本目ホットサンドね。ああ、ただ何も言ってない、僕何も言ってませんよ。はい、乾杯。うん、打ってないもんだって、そんな打ってないじゃん、そんな、うん、嘘ばっか書いてんな。そうなんだ。あ、そうだね。うん、嘘ばっかりでんな。まあ、しょうがないね。
はい、美味しくいただきました。もうホットサンドめんどくさい。ホットサンドはあれ、ダイソーのさ、芋のあんだ芋のフライパンをね、ホットサンド代わりに使ったりするの、使ったりしますね。あれめんどくさいからさ、芋のあるよね、芋のやつ、四角フライパンのやつ、あれもホットサンド代わりにできると思うよ、うん。芋のフライパンなんか全部熱くなっちゃうんだけど、ね、熱くなっちゃうからさ、やるときはさ、軍手とかはめないとね、持てないけどさ、大丈夫でしょ。もうね、昨日はカレーうどんだもんな、ね、今日はこれで、これで、うん、でもそういう人ね、どうしてもそうなっちゃうな、うん、山崎の場合は今日は来ないよ。ライブ配信ですよ。やっぱご飯物が欲しいね。ご飯食おうか、やっぱり。赤飯のお店に買ってきたんで、やっぱり。いや、ご飯も食おう。
オリジンでね、ご先ほどの趣味買ってきたな。これ食っとしまい。そっちは意外と買うんだけど、いろんなコンビニでも。安定の美味しさだよな、関飯はな。関飯の美味しい。ライブ配信ですよ。おいしい、いただきました。まあ、うカップ麺もね、美味しくいただきました。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。おやすみなさいね。皆さんどうもありがとうね。皆さんありがとうね。おやすみなさい。また明日ね。どうも、遅くにどうもありがとう。おやすみなさい。
あ、嬉しい。ではまた、終わります。